ホワイトハウスハニーエールホワイトハウスハニーエールはホワイトハウスで初めて醸造されたエールとして知られる。ことの始まりは2011年1月にホームブルーイングキットを購入したアメリカ合衆国大統領バラック・オバマのリクエストだった。2012年以降はハニーエールに加えてホワイトハウスハニーブロンドエールとホワイトハウスハニーポーターの2種類が醸造されている。 マラク・オバマとダコタメイヤがホワイトハウスハニーエールを飲んでいる。ホワイトハウスのシェフには瓶詰めしてカスタムロゴを貼り付けるまでは伝統的なビール醸造法を使うことを指定している。それにはサウスローンの養蜂箱から集められた1ポンドの蜂蜜も含まれる。ロゴには黄色で囲まれた栗色の背景にホワイトハウスの線画が描かれている。このビールは ホワイトハウスでも用される様々なイベントのために醸造されている。交際のある著名人やアメリカ合衆国議会の議員を含む約200人の招待客が集ったスーパーボールパーティーはエールが振る舞われた初期のイベントの一つである。このイベント用に90から100本のボトルを用意するため10メートルガロン近くが製造された。聖パトリックの祝日用にもいくつかのボトルが 上造されたことがある。2011年9月15日に、元アメリカ海兵隊3等軍曹ダコタメイヤーは、ホワイトハウスで名誉勲章を授与された。それに先立って、電話により彼の受賞が通知された時、彼は、オバマ大統領とビールを飲み交わすというリクエストをした。大統領は、彼の提案を了承し、大統領執務室外の中庭でエールを飲み交わした。 1801年から1809年までホワイトハウスに居住した元大統領トーマス・ジェファーソンは引退後は特に自身でビールの醸造を行っていたことが知られている。彼はアメリカ初のチビール醸造者と呼ばれているがホワイトハウス内で行われていたという証拠はない。公式レシピ2012年8月21日ホワイトハウスハニーエールのレシピ閲覧に関して 少なくとも二つの情報公開請求がカリフォルニアの弁護士スコット・トコフト・テキサスの弁護士ブロディバックスからホワイトハウスへ送られた2012年8月29日レディットでの簡潔な Q&A のやり取りにおいてオバマ大統領はレシピの公開は間もなく私の実体験から言ってもこれは美味しいとレシピの公開を発表した 2012年9月1日のホワイトハウスのブログでレシピは公開された。11リットルの鍋に約5.7リットルの現金水を摂氏68度に加熱し、ホップ袋に詰めたモルトを30分浸す。モルトエクストラクトを入れて煮立たせる第一調味料として、ケント・ゴールディングスのホップペレットと石膏を入れて45分煮る第二調味料として、ファグルスのホップペレットを 最後の1分だけ煮る蜂蜜を入れて、さらに5分煮る。約7.6リットルの冷たい玄菌水を第一、醸造タンクに入れ、先ほど煮た爆汁を入れ、合計19リットルになるまで水を加える。水温が、約摂氏21度から摂氏27度になったら、イーストを入れ、タンクを密閉して、ガス抜きを設置する。約摂氏20度から摂氏22度に保ちおよそ1週間。 発酵を続ける5日間経ったら、第二醸造タンクに移し替えて、さらに2週間発酵する。約0.95リットルのお湯で、高温シュガーを15分間溶かす。溶けたら、空の瓶詰め用バケツに入れ、サイフォンで醸造タンクのビールを移す。プライミング用シュガーが均等になるよう混ぜて、サイフォンで瓶に詰めて、栓をする。約摂氏24度でに、3週間発酵させる。 ありがとうございます。